さあ、ということで元近さん来ましたね。22歳、まあ数えだと23って書いてるのもありますが、はい、の時に、まあ、遅い友人を飾って、それまで姫和子とね呼ばれてバカにもされてた、頼りねえなって思われてたのが長浜の戦い、本山市、ね、長浜城を陥落させるこの戦いで、すっげえ槍使うじゃんっていうね、はい、ことから鬼和子と呼ばれるようになり、で同じ年お父さんの国近が亡くなった後、元近がね後を継いで土佐を統一し四国を統一しっていうね、そんな流れをつかむ最初の初陣を飾った場所、このねこの手はね、四国全土を統一するぞというね、掴み取るぞという決意の手だそうです。下には土佐だけじゃないか、四国か、これ全部か、奈良市とか、あ、四国全部だね、はい、書いてますね。これを掴み取るんだぜ。ここになんで像があるかっていうと、若宮八幡宮っていうのがねあって、その決戦前夜ここに陣を張ったと、必勝祈願をしたということで、それがねこの奥にあります。ちょっと行ってみましょうかね。若宮八幡宮、まあね、このね鳥居さんが九州征伐の際に元近が出陣祈願として祈ったんだけど、まあなんか軍旗が鳥居の笠木にかかって落ちたと、敵に笠をかけて撃つ吉兆前兆である祝して、へつぎ川で戦いわっと行くんだけど、ここで戦国秀久がやらかして、で長男嫡男のね信近が、やられちまったとね。でそれ以降この元近この鳥居不祥な鳥居だということで海上をはるかに流してなるとでしばらくね江戸時代の間ぐらい鳥居なき社として、有名になったけど、慶応座元年地震があった時に鳥居の名士が浮き出したことから、この鳥居をね再建したというね。面白い、まあ、鳥居さん以外は普通の神社かなね。はい、こんにちは。まあ、ちなみにあの元近はね嫡男信近が討ち死にね九州でしちゃった後やる気なくしちゃってね、もう自分も死のうって言ったんだけど、まあそこはまあまあ待て待てで家臣に諌められて、でその後ね、まあ、もう傍若無人な振る舞いを続けたとか、うん、結局1599年関ヶ原の戦いの前年に、京都伏見のお家でね、亡くなったということでね、60歳ぐらい、61歳とかそんなもんです。亡くなった後土佐に帰ってきて、この近く、この場所のねちょうど近くにね埋葬されたと。ここの中です。あ、ここが相葉塚、相葉塚、元近の相葉が、お、長曽壁元近公墓、この先兵士の塚、さあこの上や、ついに元近の墓はここ、ちっちゃいね意外と。はい、お、こんにちは。はい。